はい、記念すべき第2回目を開催したいと思います。お告げだ、バババババクーヘン、アリエシ、この2人解散。バババババクーヘン、バババババクーヘン、バババババクーヘン。はい、ということで、今日3月28日、千年の木にて無事にね、はい、ババババーブ第2弾、はい、コラボレーションということで、はい、今から、はい、記念すべき第2回目を開催したいと思います。よろしくお願いします。ということで、それでは今日は皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。バババーブ、バババーブ、アリエス、アリエス、アリエス、ありがとうございます。いらっしゃいませ。コロナゴールド販売中。行きましょう、これは。久しぶり。久しぶりですね、いちご。これさ、この動画ってさ、うん、どう？1年ぶりくらいじゃないの？実は1年ぶりです。でも俺らもやっぱりさ、コロナ期間中だったからね。そうですね、いろいろやっぱり制限があるんで、なかなか撮影もできなかったですけど。しっかり守ってたもんね。そうですね。大丈夫、コロナかかってない？かかってないです、元気です。はい、いやでも今日はさ、突然2号に呼ばれたけど、どういったことでしょうか？いやいや、呼ばれたじゃないですよ。どういったことでしょうか？また勝手に話進めたのあるでしょう。え？いや、コラボですよ。コラボ？翔さんとのあはコラボ、ちょうど1年前やったんですけど。ちょっと1年前、365日前、うん、最近また勝手に翔さんのところを仕掛けて、はい、コラボの話決めてたでしょ。いや、運じゃないですよ。ちょっとコロナでもううずうずしちゃって、うん、この木更津をぜひ盛り上げたいと、うん、元気なくなっちゃったから盛り上げようと思って俺行ってきたんじゃん。いや、気持ちはわかるんですけどね、うん、またお世話になってる千年の木さんを勝手に使ってコラボ決めたんですよね。やっぱりお世話になってる千年の木さんにはね、うん、ぜひタヌキマスクファミリーはさ協力したいじゃない。いや、勝手にコラボ決めるのはちょっとよくない。キングボンビー並みですよ。いやでも一見買ってきちゃった的な、うん、でも今日来ちゃったからさ、うんうん、今日でしょ、だってイベント。そうなんですよ。で、そのコラボが進んで、うん、今日そのコラボ商品が発売開始、うん、でさらに翔さんが来るイベントなんですよ。じゃ行くしかないじゃん、突撃だ。行きますか？じゃあ行ってみようよ。はい、行こう。ちゃんと挨拶してくださいよ。あ、これですね。いきなりありましたね、これは。似合わない。いいね。変な人がいた。あ、なんか白い影が見えてます。変な人。もくもくピーナッツのバッシーです。違う。色違う、ね、違いますよね。ちょっと色が違うな。お腹は似てますけどね。千葉県。千葉県じゃない。こんな出てないよね、千葉県ね。違いますね、もっと出てますね。千葉県。いや、向きの問題じゃない。ラーメン西山屋、ラーメンといえばバババババームクーヘン、アリス。分かんない。いきなり分かんないですよ。今日は何でいらっしゃる。何ですか。今日は翔さんのお手伝いです。お手伝い。バームクーヘン。まあこういう感じの。そうですね、大将が来てるんで、ね。はい、あとは何か来てるんですか、今日助っ人は。はい、バッシーです。千葉県。やめて。千葉県じゃない。もくもくピーナッツ。3人だったね、トリオだった。あ、はい、ちょっと今年から赤、白、青、はい、色はいいですね。色はどうぞ。いい感じです。ありがとうございます。リーダーです。リーダーなの。もう即、はい、即リーダー。早いな、リーダー。なんでやねん。あ、おお、即戦力です。ガンガン行ってますね。ガンガン行ってます。あ、こっちにもちょっと、はい、いい加減にしよう。なんでやねん。ね、こっち行けっつってこっちに来るね、技術ね、やっぱり。いや、ありがとうございます。モクピーです。モクピーさんですね。はい、ありがとうございます。モクモク、はい、ピーナッツです。3人になりました。はい、ということで、ちょっと、ありがとうございます。報告が1個あります。はい、この3人、解散。3月31日で解散します。
じゃあ、モクピーのお二人も今日は参戦で。あ、どうも、ありがとうございます。はい、ちょっと僕は、モクピーナッツです。よろしくお願いします。お願いします。あ、本家出た。お伺いいた時ね、千葉県の方、あの人、こっちであんのよ。逆になっちゃってね。あんまり気にしてないですね。アルコールスプレー係っていう。大事ですね。これだけをしに来てる、今日アルバイトで来ました。はっきりアルバイトでって言わなくていい。で、地球の皆さん、こんにちは。JAXA 宇宙飛行士野口聡一です。どうもありがとうございます。あ、野口さんも来てくれました。今日宇宙から、そっちのネタで、はい、上から宇宙から今日は、はい、わざわざ今日このために今日スペースシャトル乗ってきましたんで、はい、また日帰りで帰りますけれども。日帰り、ええ、買ってます。めっちゃ見てます。めっちゃ見てます。持ってきたんで、もう今買ってます。これ買ってます。なんかさっき一人目のお客さんで爆買いしてきた人がいたから、うん、ちょっと突撃してみよう。お客さんに突撃ですか。この人だよ。そう、車そう、出てきてくれた。ベベベベンツ乗ってるから。ベベベベンツ、賞賛ファンはみんなベンツ乗ってるんですか。あれあれ、しもちゃんなんかもう仕込んできてる人がいます。しもちゃんはちょっと、ちょっといいですか。お客さんですよね。やっぱ翔さんのお客さんはね、ちょっと変わった方が多いみたいです。背が強いですね。そうだ。トランプ。いくつ仕組みがお客さん。お客さんですよね。イエス。イエス。あ、英語、英語ですか。英語で、英語圏の人なんだよね。うん、今日は、バーム、買ったんですか。なんで買ったんですか。4つ ?4 つです。4つ、すごい。なんで知ってもらったんですか、トランプさん。インターネット。インターネット。インターネット。翔さんファン。Yes. いや嬉しいですね。嬉しいですね。タヌキマスクのことは知ってるんですか。Yes. うわ、トランプさんも知ってる。ワールドワイドです。イエスしか喋れないんですけど、このトランプ。トランプありがとうございます。コロナ、え、コロナの、コロナのあんまり喋ってない。嬉しい。じゃあいいですか、こんなことで。いや、トランプさん、はい、ありがとうございます。はい、お帰りありがとうございました。ありがとう。こんなお客さんばっかりなんですか。ちょっと変わってると思うんですけど。仕込みみたいですけどね。うん、今日のイベントは、その限定のメニューを買うと翔さんと、写真撮影ができる。できてサインももらえると、うん、ちょっとね、天気が怪しいんだけど。そうですね、一応5時ぐらいまでやってくれるということなので、はい、ちょっと僕らも手伝っていきましょう。なるほどなるほど、はい。まあ、トロラマ限定のやつはどっか見れるんですかね。見れますよ。ちょっとどんな。ゴールドですからね、ゴールド。ちなみにしばらく販売するんですか。4月いっぱいまで。4月いっぱいまで、はい、販売。こちらの千年の木の店舗と千年の木のオンラインショップで販売するということなので、なぜひチェックしてください。今日が販売開始日という感じですね。翔さんは今日しかいません。なるほどなるほど。お、それが今日の見どころ。めちゃめちゃかっこよくない。これすごいですね。箱がいきなりすごいですね。金だよ、真っ金金。まあ、ゴールドですから箱も金なんですね。これ触ってもらうと分かるんですけど、おなんか質感もいい。あ、これエンベッドになってあって、っすごく高級感がマシマシですよ。マシマシですね。タヌキマスクとこれもういい感じじゃないですか。いいですね。結構色味合ってる。合ってるよね、うん、これがですね、お、分かるかな。袋越しだと分かりにくいですが、バームクーヘン自体もゴールド、ゴールド光っている、はい、トロ生ですね。キャラメル風味のチョコ、ブロンズチョコっていうのを使った限定のバームクーヘンです、うん、これまたゴージャスですね。ゴージャス。これを今日から4月の末まで販売しますんでね、ぜひぜひ食べてみてください。ぜひご賞味あれ。箱ね、これね、めちゃめちゃプレミアム感あるんですけど、うんうん、メルカリとかで転売はしちゃダメです。なるほど、注意です。まあ、なんか飾っとくのにも良さそうですね。かっこいいよ、かっこいい。食べた後も残したい箱ですね、うん、これを。これに翔さんのカードね、おもうプレゼントしちゃうんで。お、いいですね、特典最高だよ。だからぜひゲットしてください。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいました、翔さんです。本日は一日店長をやらせていただいております。本日、トロラマゴールドバーム売り込み代表、横田翔平でございます。本日はこちら、千年の木、バームクーヘン専門店にて、バーム
バババババームクーヘン、クーヘンバームバームクーヘン、バババババームクーヘンパート2を本日より発売開始しました。で1ヶ月間、はい、こちらで販売させていただいてるので、まあ、たぬきマスクのおかげもあって今回、まあ、あとそうですね、あの大社長さんの、ね、おかげもあって今回もこんな感じでコラボさせていただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1年前に続き販売記念イベントということで。いや本当そうっすよ。本当もう、はい、こんな感じでやっぱり継続は大事なんで2回もねこんな感じでやらせていただいて本当感謝です。ありがとうございます。とんでもない。ありがとうございます。ヤクブーツはやめろ。バババババームクーヘンクーヘン、バババババームクーヘンクーヘン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ってこと嬉しいですね。でも今日ももう速攻爆買いの人結構いたんで嬉しいです。そうですね、はい、販売開始早々。いや本当皆さん買ってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、写真撮ります。あ、じゃあいいです、撮りましょう。どうぞどうぞ。じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は賞賛ブースもおあるオリジナルグッズが早く買えると。このマスクが激レア商品の仕様。おー、ちゃんと刺繍で入ってますね。売り切れなんだけど、今日千年の木のために用意してくれた。なるほど。だから今なら買える。今ならちょっと、ね、ダメですダメですダメですよ。何色がいい？何色がいい？黒かな。黒。ダメですダメです。本当にダメです本当にダメです。お、スマホケースかね。いろいろある、ね、いろいろある。はい、天気もね、そうさ、なんとか。いやもう最高っすよ本当に。もうバババババームですからね。バババババーム。モコモコピーナッツ。モコモコピーナッツ。ペーナッツ、バババババーム。言っただけ、言っただけ。あ、いらっしゃいませ。見てみんな。じゃボボ何にしましょうか。いやもう気分ですけど。気分で。得意な。了解しました。18番で。はい。いきます。はい。全然わかんない。分かんない。うん、かっこよかったけど。正解はルパン三世。先生。全然わからんわ。じゃもう一回僕それもう一回聞かせてください。もう一回いきます。はい。今までルパン三世。やっぱり忙しい。はい、じゃあ締めましょうか。じゃあ、じゃあ君、はい、木更津を元気にするために、はい、一言 PR を。そうですね。今日はたぬきマスクと一緒に木更津を盛り上げました。でもこれから僕たちは木更津を守るために、守るために、俺たち二人でやんないといけないんです。いけないのね。今日は翔さん来てくれたけど、翔さんがいなくても俺たちは木更津を守らないといけないんですよ。そのためには僕とたぬきマスクと皆さんが力を合わせて木更津を盛り上げましょう。おお、アリス。そんなところで、いいですか、西山くんと一緒に木更津を守ってきますので、はい、ぜひこれからもたぬきマスクと西山くんをアリス、よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。Okay.